おはようございます。モークさん、太陽さん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。今日は9月20日になりますね。まゆちゃん、おはようございます。今日も涼しいです。たくあんさん、おはようございます。今日も涼しくて、いいです。ほとんどセミは鳴かなくなりましたね。しかし今日は曇っています。曇ってますが涼しくていいです。ちょっと青空が見えます。今日の朝焼けはとても綺麗でしたね。すごく、なんて言ったらいいでしょうかね、薄いオレンジと言ったらいいでしょうか、ね、薄いオレンジの朝焼けで、最近は空を見るのが楽しみです。綺麗な雲、綺麗な雲、綺麗な、青空。アレンポンさん、ユウさん、おはようございます。起きたとき、ルルさん、起きたとき、ベッドの中でお祈りしたら気分が違います。アメン。そうですね。起きたとき、お祈りするといいと思います。起きたとき、ベッドの中でも構いません。お祈りしましょう。まず感謝するといいですね。まゆちゃん、韓国と仲良くしないとダメなんですか？もちろんですよ、ね。イエス様の教えは、隣人を自分のように愛せよ。人参を自分のように愛せよですから、私たちは韓国を愛する必要があります。それはイエス様は、韓国の人も愛しているということですね。イエス様にエコひいきはありません。イエス様は全ての人を愛しています。そして全ての人のために十字架にかかって死んでくださいました。だとするならば、私たちはイエス様と同じように全ての人を愛するべきではないでしょうか。イエス様が愛している人を憎むということはおかしいと思いませんか。韓国の人のためにももちろんイエス様は十字架で死んでくれたんです。イエス様が死んで、くださった、その人たちを憎むというのはおかしくありませんか。ですから皆さん、私たちはあらゆる敵意とあらゆる悪意を捨てて、隣人を自分のように愛しましょう。それがですね、神様の御心です。それが神様の御心です。アンディビさん、おはようございます。ウルトラマンさん、おはようございます。ウルトラマンさん、多くの人はユダヤ教もキリスト教もイスラム教も同じ神だと言いますけど、私は違うと思います。なぜ違うかというと、イエス様ご自身がそう言ってますね。私を通してなければ父のもとに行くことができない。つまりイエス様を通して罪が許されてこそ、罪を許されてこそイエス様を、神を信じることができるわけです。イエス様を信じなければ罪があるので、罪があるならば、神と和解ができません。義とされません。ですから、ユダヤ教もキリスト教、ユダヤ教もイスラム教も、神と言いながら神と遠く離れているということになります。ですからぜひ皆さん、その神を知るためには、神を知るためには、罪が許されなければ神を知ることはできないということですね。ごまちゃん、おはようございます。キツネさん、いい気候ですね。そうですね。野良猫に餌を与えるのは罪でしょうか。そうですね、まあ餌を与えること自体は罪じゃないと思います。ただ、その後ですね、その
まあ、どのようにしていくかということですね。与え続けるのか、それともまた野良猫がどんどん集まった時に近所の人がどう思うか、やはり、それがですね、周りの人たちに迷惑になるかどうかも考える必要がありますよね。ケンタッキーさん、おはようございます。それではですね、イエス様を信仰して手のひらに金粉が出るようになりました。素晴らしいですね。金粉が出た方はぜひ写真を送ってくださいね。写真を送ってください。キツネさん、神様って動物も救うの？そうですね、それは難しい質問です。クリスチャンのペットは天国に行くという証がありますが、この地球上のすべての動物が天国に行くかどうか、それはちょっと私には分かりません。納豆さん、おはようございます。今日のタイトルはユダヤ歴5780年、ユダヤ歴5780年、これはですね、来月10月1日、まあ、正確に言うと9月30日の午後6時、9月30日午後6時から、ユダヤ歴の5780年が始まります。つまりお正月ですね。お正月で、イスラエルのお正月は2日間なんですね。日本は3日間、三が日と言いますが、イスラエルのお正月は2日間です。ですから今年は、まあ、年によって違うんですね。日本は1月1日とから1月3日までですが、イスラエルでは年によって違いますが、今年は10月1日と10月2日、10月1日と10月2日がイスラエルのお正月です。5780年が始まります。西暦は今2019年ですが、ユダヤ暦はですね、アダムとエヴァから数えるんです。すごいですね。アダムとエヴァから数えて5780年になるということですね。5780年、まあ、およそ6000年ですよね。およそ6000年。そしてまさにこの6000年っていうのは人類の歴史と言えるでしょう。アダムとエヴァから人類の歴史が始まりました。それはですね、人類の歴史と言えます。そして私たちはまさにこの6000年という、ね、6000年という人類の歴史をいつも見てると言えるでしょう。私たちは今が終わりの時代だと信じています。終わりの時代というのはこの人類の歴史が終わるということですが、このアダムとエヴァが始まりで、人類の終わりがもうすぐで、この6000年の人類の歴史、皆さん、6000年っていう人類の歴史をですね、いつも考えている人っているでしょうか。いつも、この人類の終わりを考えている人っているでしょうか。世の中にはいないと思いますね。しかし私たちは考えます。私たちはこの6000年の歴史をいつも考えます。いや、私たちは6000年だけではありません。死んだ後天国に行くということで、死んだ後天国に行くということで、あの永遠をいつも考えます。永遠の未来、私たちは永遠の命をいつも考えます。永遠に生きるということを考えます。皆さん、そのいつも永遠を考える人っているでしょうか。世の中に永遠というその時間のですね、時間を考える人はいるでしょうか。いないですよね。永遠を考える人はいないと思いますが、
私たちは考えます。いつも天国と地獄を考える人はいるでしょうか。天国と地獄を考える人はあまりいないと思います。しかし私たちは考えます。私たちは天国と地獄を考えます。天国も永遠ですし地獄も永遠です。私たちはこの今生きているのは有限です。私もあと、何年生きれるか分かりません。1年か10年か20年か分かりません。でもですね、なんとか生き延びてイエス様の再臨まで生き延びたいと願っていますが、神の御心ならば再臨まで生きて敬虔されたいと思います。このロシュハシャナというのがお正月のことなんですけど、このロシュハシャナというのは、そのラッパの祭りとも言われています。ラッパの祭りというのはイエス様の再臨の予言です。つまり新しい、お正月が来るというのは、イエス様が来てこの人類が終わって、クリスチャンが天国に行って新しい人生が始まる、新しい永遠の命の人生が始まるということを表すんです。ですからクリスチャンはですね、ロシュハシャナの旅に、お正月の旅に、私たちは再臨を思い、また永遠の命を思うことができるんです。ヒットさん、ハレリア。ルパンさん、おはようございます。毎年毎年お正月にそういう話をするんですが、私たちの信仰は新しい人生、新しい世界、イエス様が再臨してから、イエス様がもう一度来た後、この罪の世界が滅び、この悪の世界が滅び、新しい時代が来るということです。皆さん最近ですね、忌まわしい事件が多いでしょ。殺人とか、暴力とか、汚職とか、もう本当にニュースを見てるとですね、いかにこの世が暴虐に満ちているか、罪に満ちているかということを感じませんか。あ、ヒトさん、わかりました。世の中はですね、そういう、本当に、暴虐で満ちています。ですから私たちは、だからこそと言いましょうか、この世がもう本当に、めちゃくちゃになっているからこそ、イエス様が必要であり、イエス様が来てほしい、イエス様に王となってほしい、この世界を治めてほしい、そう思うことが私たちの希望です。希望です。多くの人は世の中がめちゃくちゃなので、どんどん失望し絶望していくかもしれません。しかし私たちは失望しません、絶望しません。なぜならば希望があるからですね。いくら世の中がめちゃくちゃになっても、世の中がめちゃくちゃになってもイエス様がおられます。イエス様が来ます。ですから私たちは失望することはありません。むしろ希望に満ちるべきだと思います。たくあんさん、良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。現代人は、感情の制御ができていませんね。むしろ悪い感情や欲望を正当化していますね。聖書によると、世の中終わりの時代はますます悪がはびこる、ますます悪がはびこると書かれています。まさに世の中はそういう風になってきていると思います。ますます、罪が増し加わっている、ますます罪が増し加わっています。不法になり愛が冷め、世の中は
非常にですね、混沌としてくると思います。しかしその中で、だからこそ私たちは信仰と神の愛で私たちは活躍できるのです。世の中が闇になればなるほど、闇になればなるほど私たちは世の光として光ることができます。兄弟姉妹の皆さん、ですから出番です。クリスチャンの出番です。世の中が混乱してくるということの中で、私たちはしっかりと希望に希望を持って、そのようないろいろな心配や問題、恐れから私たちは逃れていくことができます。桃花さん、今こそイエス様の光が必要です。そうです、私たちはイエス様を待ち望みます。イエス様を待ち望みます。そしてですね、5780というのは、アダムとエヴァからということを言いましたけど、なんか200年の誤差があるというのをちょっと聞いたんです。それはちょっと確かめていないんですが、確かめていません、ごめんなさい、今度確かめようと思いますが、200年の誤差があって、本当は5980年という意見があります。5980年だとすればですね、6000年まで20年になりますね。6000-5980ならばあと20年ですから、ちょうどですね、イエス様の再臨がもし20年なら、20年後にイエス様が来られるならちょうど6000年で、もうぴったしカンカンみたいな、まあぴったしカンカンだからそうだとは言い切れませんが、なんか綺麗な数字になると思います。それからもう一つですね、6000年というのはですね、6000年というのはとても分かりやすい数字です。なぜかというと、イエス様が来て千年王国といって、イエス様は地球で千年間治める予定です。そうすると6000年足す千年、6000年足す1000年でちょうど7000年じゃないですか。その神様は6日間かけて天地を作り、7日目に休まれたという御言葉がありますが、6000年足す1000年、6000年という人類の歴史の中で、今度は千年王国で1000年人類は、イエス様を王として罪のない世界、悪のない世界に入りますから、そういう意味では6+1、これはなんかとてもぴったしカンカンなような気がします。6000足す1000年、ちょうど7000年、これが合ってるかどうかは分かりません、合ってるかどうかは分かりませんが、一つの参考になると思います。6000年前の地球はどんな状態だったんですか。その6000年前に、6000年前に、その天地が作られたというのが創造論です。それがですね、何億年前に作られたという考え方とどういうふうに解釈するか、それはですね、私もこれから勉強したいと思います。アダムとエヴァからこう系図がありますよね。その系図から解釈したと思うんです。5780年前にアダムとエヴァが作られたというふうに考えます。太郎さん、地球は何年前にできたのですか。それはいろいろ説があります。私もですね、断言できません、ね、断言できませんが、ユダヤ暦が
アダムから、アダムとエヴァから数えているということを、まあ、知っています。そして、旧約聖書のヨブ記というのがあります。ヨブ記その40章と41章に、恐竜の記事があります。恐竜の記事、杉のような尻尾とか盾のような、背びれとかいう記事があります。つまり、ヨブ記には恐竜がいたということですね。レビアタンだったかな、レビアタン、ヨブ記に恐竜の記事がある。これはですね、恐竜と人類が共存してたということを表します。また人間と恐竜の一緒に歩いた足跡がアメリカで見つかっています。恐竜と人間が一緒に歩いた足跡、化石がですね、アメリカで発見されています。それも一つや二つではありません。つまり人間と恐竜が共存してた、これは、驚くべきことではないでしょうか。私たちは、この人類の歴史、人類の歴史を聖書から学んでいます。私たちはこの歴史はヒストリーと言いますが、英語でヒストリー、これはヒズストーリーということで、まあ、神様のお話、イエス様のお話と考えていいでしょう。なぜならば、神様が作った世界、神様が作った人類ですから、人類の歴史も偶然ではない。神様のご計画の中で、この来た歴史だということです。そして人類の始めと終わりがある、ね、アルファでありオメガ、ね、始めであり、終わりのお方。皆さん、私たちはこの人類の歴史が偶然ではなく、神様の計画の中で歩んでいるということをはっきりと理解しましょう。そして今は終わりの時代で、とても大事な時なんだ。人類の終わりですから、まさにクライマックス、クライマックスの時です。私たちは、この私たちの人生で、私たちの人生は天国に行くのか地獄に行くのか、とても大事なことなんです。私たちは天国に行くということをしっかり、守ってキープして、そればかりではなくて、他の方々も天国に行くように、地獄に行かないで天国に行くように、私たちは祈り、そして伝道し、そして、証しをしていきたいと思います。兄弟姉妹の皆さん、クリスチャンの出番です、ね、クリスチャンの出番です。世の中は悪くなっていく中で、多くの人は失望していきます、絶望していきます。その中で私たちは希望を持って、ますます明るく、ますます輝いて生きることができるんです。そこに、終わりの時代の神の栄光があるんです。クリスチャンの輝き、クリスチャンの希望がまさに神の栄光なんです。やさぐれさん、人類はいつ滅びるんですか。もうすぐですね、もうすぐです。なぎささん、初見です。エヴァンゲリオンの、これなんていうんですかね、当月っていうんですかね、当月が人類補完計画について語っているみたいな感じだけど、フィクションではなく真面目、マジなのですね、終わりなのですね。まあ、エヴァンゲリオンはですね、まあ、聖書から取ったストーリーと言えるでしょう。まあ、エヴァンゲリオンっていうこと、の言葉がもうすでに福音という言葉ですね。英語でエヴァン
エヴァンジェリズム、英語でですね、エヴァンジェリズムっていうのは、まあ、福音主義っていうことでしょうかね。エヴァンゲリオンっていうのはその福音の言葉から来てるんだと思います。それは人類補完計画というふうになってますけど、聖書的には人類救済、十字架こそ人類救済計画なんですね。エヴァンゲリオンは聖書から取ったと思います。月が地球から離れつつある。ああそうですか。でもそれはわずかなので心配いらないと思います。急に離れることはないんじゃないでしょうかね。救済できますか。誰でもイエスキリストを信じて、救われます。神様が恐竜を作った意味は何ですか。まあこれは本当かどうか分かりませんが、石球ですね。恐竜の、まあ、絶滅が石球の元になったという考え方があります。それはとても意味深いと思います。石油がどこから来たか、まだ科学的に証明されていません。石炭は、まあ、植物から来たということは、ほぼ確定だと思います、ね、石炭が植物から来ている。多分ノアの洪水の生き埋めによってできたと思います。同じく石油もノアの洪水によって恐竜が生き埋めになってできたんではないかと。これは非常に合理的な分かりやすい説明です。他に石油ができたという説はないんですね。石油がなぜできたという仮説はないのです。それでは明石タイム行きましょう。明石タイム、アイポンさん無視しましょうね。全くそれは悪魔のコメントですね。悪魔のコメントなので無視しましょう。やはり本音が出てきましたね。本音が出てきました。それでは、イエス様を信じて、イエス様を信じて、人類の歴史には始めがあり終わりがあり、人類の歴史はイエス様の、ご計画にあるんだ。イエス様の計画の中で人類の歴史があるということが分かった証し。スタート。ちょっと向き変えましょうかね。このパソコンが置けるっていうのはすごく、便利というか楽ですね。イエス様を信じて、人類の歴史はおよそ6000年ということが分かったかし。モーカさん、私もあと20年のような気がします。生きているうちにもっと悔い改め、イエス様の教えを学び実行したいです。人類が救われるようにお祈りします。イエス様しか救うことができない、イエス様を通してでないと天国に行けないことを伝道したいです。アイポンさん、私が憎いのでしょうか。サタンの仕業でしょうか。サタンの仕業です。気にしなくて大丈夫ですね。アイポンさん、気にしなくて大丈夫ですよ。ヒットさん、イエス様に勝るものはないと分かりました。イエス様に勝るものはないと分かりました。アメン。タクワンさん、真実から逃げちゃダメだと思いました。そうです。私たちは神様から逃げてはいけませんね。神様にから逃げてはいけません。神様に近づきましょう。神様に近づくのです。イエス様を信じたら韓国への愛が深まりました。イエス様を信じたら韓国への愛が深まりました。アメン。
太郎さん、宗教は現実逃避だと言われますが、本当にそうでしょうか。多くの宗教はそうだと思いますね。多くの宗教はそうだと思いますが、私たちは、真理であるイエス様に近づきますね。真理であるイエス様に近づきます。他の宗教は全部、イエス様から遠く離れます。イエス様から遠く離れます。あ、嘆きの壁ちょっと似てますね。嘆きの壁。イエス様は真実なのですね。そうです。イエス様だけが真理。イエス様だけが真理です。他に真理はないんです。他を探さないでください。もうイエス様だけですから。もういくら世の中に真理を探してもありません。他の宗教に真理を探してもありません。イエス様だけが真理です。真理ですから、真理というのはたった一つですよね。真理がたくさんあるということはないでしょ。ですから皆さん、皆さんは見つけたのです。真理を見つけたのです。真理の方を見つけたのです。もう他を探さなくていいのです。皆さんは見つけたのです。ぜひ喜んでください。ユウさん、イエス様を通さないと天国に入れないということを本当にたくさんの人々に知ってほしくてたまりません。そうです。私たちは、伝えたいです。一人でも救いたいのです。一人でも救いたいのです。他の宗教も自分の宗教以外は信じるなと言います。まあそうでしょう。宗教っていうそういうものです。宗教っていうのは自分だけが正しい、自分だけが正しいと言います。ですから、全部が正しいということはないということですね。自分だけが正しいと言ってるものが宗教ならば、どれでもいいとか全部正しいということはありません。自分だけが正しいという宗教ならば、本当に正しいのは一個だけということです。わかりますか。この論理わかるでしょうか。多くの人はどの宗教でもいいと思っています。どの宗教でも同じだと思ってますけど、でも考えてください。どの宗教も自分たちだけが正しいと言ってるならば、いいですか。どの宗教も自分たちだけが正しいと言ってるなら、どの宗教でも全部の宗教は正しいということはないということがわかりますか。自分たちだけが正しいと言ってる宗教ならば、本当に正しいのは一個だけだということです。これは論理ですね。論理わかりますか。まあ全部間違いということはありえるかもしれませんね。全部間違いということはありえるかもしれませんが、でも私たちは現実に生きています。私たち人間として生きている、生きているならば真理はあるはずです。なぜかというと、数学的な法則もあるし、物理的な法則もあります。現実というものがあるならば真理があるべきです。真理がなければこの世界は成り立ちません。数学的法則、物理的法則がなければこの世界は成り立ちませんね。ということは、この世の中に真理があるということですね。真理は一つです。真理は一つです。皆さん、どの宗教でもいいなんていうのは、矛盾するわけですね。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、人類は今までおよそ6000年あったんだ。アダムとエヴァから人類はおよそ6000年なんだ。進化で人類があるならば、もっと長い時間ずっと続くかもしれないけれど、人間は進化してできたのではなく、アダムが作られ、たった一人の人間アダムが作られて、そこから人類ができた。その方が合理的であり、分かりやすい。人間の遺伝子はものすごく、情報が詰まっている。ものすごい、
設計された非常に、高度な情報が入っている遺伝子、それが勝手にできることはない。人間は神様に似せて作られたものすごくよくできている存在だとすれば、神が作ったとしか考えられない。人間が人間を作れない、人間が蚊一匹も作れないだとすれば、神が蚊を作り人間を作ったとしか考えられない。皆さん、この世界は神が作り、皆さん自身も神が作ったのです。だから私たちは神の言葉を聞くべきです。神の言葉を聞いて、私たちは今この21世紀でさえも、今世の中は混乱し、多くの人たちは苦しみ、多くの人たちは争っている、その世界を見れば、確かに聖書の言っていることが正しいんだ。科学や文明が人間を幸せにはできないんだ。科学や文明が、学問が人間を幸せにすることはできないんだ。人間は神との関係の中で罪を悔い改めて、イエス様を信じて初めて私たちは幸せになるんだということを、皆さんもうすでに明らかだと思います。この放送を見て、確かにそうだ、科学や文明や学問では人間は幸せにならないということがはっきり分かった。もうこれからは、罪という問題を理解したので、この放送で罪という問題を理解したので、自分の心の中に罪があり、その罪によって人間は不幸になり、その罪によって争うということが分かった。これからはイエス様を信じて、罪を犯さない人間、人を愛せる人間になりたい。そしてこの終わりの時代に、イエスキリストに会って本当の正しい生き方をしたいと、そのように思う方、アメン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 。私たちは、偶然生きているのではなくて、作られた存在、設計されて存在、望まれて生まれてきた、尊い存在として生まれてきた。進化論のような意味のない生き方、価値のない生き方として偶然生きてきたのではない。本当に神様に愛され、神様に愛され、神様に喜ばれて生まれてきた存在、イエス様を信じて正しい考え方をしたい、正しい生き方をしたいという方、アメン、アメン。太郎さん、人間は設計図をもとに神が作られたのですか？そうです、そうです。DNA は神の設計図ですね。DNA は神様の設計図ですよ。太郎さんは太郎さんだけの固有の遺伝子を持っているんです。共通点はあったとしても、人間一人一人が違う遺伝子を持っているって、これはまさに神業だと思いませんか？神様がユニークなように、私たち人間一人一人もユニークなんですね。これはすごいことだと思います。皆さんはこの地球上の70億人の中でたった一人しかいないんですね。同じ、一卵性ソーセージは別かもしれませんが、同じ遺伝子を持った人はいません。同じ遺伝子を持った人はいません。皆さんはユニークです、ユニークです。天の父様、感謝します。私たちは、この歴史の中で生かされています。そこに意味があると信じます。計画があると信じます。どうぞ今アメンと言った方々がイエスキリストを信じて、神のご計画の中で、正しく生きることができますように。この終わりの時代、私たちには生きる使命があり、意味があります。どうぞイエス様の教えに従って、イエス様の教えに従って、悪魔に立ち向かい、神の栄光を表し、
神の御心を行うことができますように、神の御心を行う生き方ができますように、今アーメンと言った方々が救われますように、救われますように、イエス・キリストに会って救われますように、どうぞイエス様彼らを救ってください。そして神の陣営に入り、神様と共に、神様と共にこの終わりの時代を神様のために生きることができますように、どうぞまずこの世の罪、この世の悪のその理由について学び、私たちがどうすれば正しく生きるか、この放送を見て学ぶことができますように、日本を救ってください、イスラエルを救ってください、世界を救ってください、人々を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。 DNA はデオキシリボ核酸ですね。デオキシリボ核酸。はい、それでは、また今晩7時、ね、今晩7時にお会いしましょう。良い一日を、喜びと感謝の一日を送ってください。それではシャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、シャローム。